ここがもし、日本がこれ、なぜ日本の領土と考えるのことが正しいのか、後でゆっくり伺いますが、ここが日本の、領域ということになると、ここら辺の当然海域は、日本の、その領海であると。なので、そこに入ってきた船を日本が、その排除したり、今回ぶつかったりしたものなので、拿捕って言い方がいいかどうか分かりませんが、逮捕するというのは、日本から見れば当たり前の行為であると。ただ一方、中国、これも後から伺いますが、中国側は、どうもここに、領海の境界線があると主張しているようだということになると、彼らは自分の領海内で、操業していたら、日本の海上保安庁がやってきて、打捕しようとしたり、あるいは、そのぶつかったということで連れて行かれたということで、怒ってるという、まず大体全体像の解釈としてはこういうことになるわけですから。そうですね。紛争の、状況はそういうことになりますけれども、問題はこの尖閣諸島が日本が主張しているように日本の固有の領土であって、どの国からも文句つけられるものでないかどうかっていうところがポイントなんもでちろんすなりまが、すね、当然ね。この点についてはですね、国際法の観点からは、この尖閣諸島については日本の固有の領土という、今回日本政府が繰り返し主張している、このことが国際法的にも正しい主張になっています。で、それについてはですね、国際法上どういう形で島などに対する領有が認められるかについて、ちょっと別のパネルを見て説明したいと思いますが、国際法上国がですね、島だとか領土だとかをですね、合法的に取得できる原因に何があるか。で、その合法的に取得できる原因となる事実を国際法では権限、権利の腹と書い面てで白いす字ね。ですね。権限で腹なんですね。領域源権という言葉が、権限ですね。ごめんなさい、権限、領域権限という腹っぱの腹を使ったそういう言葉があると。これ英語のタイトルというものの日本語訳なんタでイトルがこれになるんですか。それで、普通権利っていうのは Rights っていう英語ですね。それに対してタイトルというのはあるものを所有する、絶対的な権限を持って権利を持っているということを示す事実、これをタイトル、権限というふうに言うわけですね。普通日本で不動産、特に土地などをですね、持っている場合に、権利証っ権てい利うの証。も、これが最も大事な証明の基礎になりを示す根拠というような意味なそうわいうけでこすとでね。す。で、それに何があるかということになるわけですけれども、それがこちらから宣戦、宣戦、宣布、添付、割割譲、譲、併併合、合、征征服、服。時効と、大体こういう、このうちのどれかに該当すれば、それが証明できれば、証明できれば。日本にはその領有権があると、こういうことになりまそす。れがだから、領域権限になるわけですそうね、いうこことれでがす。ね。で、先に結論から言いますとですね、尖閣諸島に対しては日本は、誰も国際法上所有していなかった島だったんです。これは1895年の時点で、その時に日本は平穏に日本の領域に編入しました。当時の沖縄県の一部に編入したんですね。それについて当時中国はもちろんですけど、どこの国からもその行為に対して抗議もなければ、注文もつかなかった。で、それで平穏に日本がそこを実効的に支配したと。で、しかもそれを領有する意思を示したということになって、で、それによって誰も持っていない土地、無主の地を先に支配したという意味で宣戦と、こういうわけですね。いや、これはもう国際法上はもう第三者から見てももう全く日本のこの、領域、権限はもう疑いのないところと考これえていはあいりと。ません。中国はいろいろ言ってますけれども、これは国際法上認められる主張ではないんですね。で、実際今回いろいろ中国は言ってますけれども、中国の領土だというようなことも言ってますけれども、何らその根拠も示していませんし、むしろ日本が日本の領土であるということを示す証拠の方がもう圧倒的にありますから、その意味で中国の主張は極めてなるほど、不当であるというふうに言っていいと思います。なるほど。ちょっとその中国側のね、主張の根拠じゃないかと言われているという、その大陸棚論っていうのは、大陸棚条約というものがあるそうですけど、ちょっとそれだとここになるっていうような主張があり得るという話は、ちょっと先生の方からご説明いただけますか。これは決して正しい主張ではないんですが、
どうも中国の主張をですね、こう筋の通る形で理解しようとするとですね、大陸棚条約っていうのは1958年に、ジュネーブで合意され、60年にまた確認されてるんですが、その後ですね、1982年に、海洋法に関する国連条約っていうのができまして、で国連海洋法条約と言ってますが、その中で一番新しい大陸棚に関する規則がはっきり決まっております。でそこではですね、そのどことも向かい合っていない大陸棚については、自然の延長上にある大陸棚をその沿岸国の領有にするということになってます。ですから例えばこの辺の大陸棚に対してはこちら側にどこの国もありませんから、日本の自然の延長でトラフというのは海溝です。海の中にドスンとこう落ち込んでいる深いところがあるんですが、そこまでをですね、一応日本の大陸棚とすることができるわけです。でそうやって見てきますと、ここに沖縄、トラフというのがありますね。でここが、落ち込んでるわけです。で中国はここまで中国大陸の延長線上にあるから、ここが大陸棚である、中国の大陸棚である、とこう主張してるわけです。でその上に尖閣諸島が乗っているから、大陸棚の上にある島も自分の島だと言ってるかのように見えるんです。実際にそういうふうに主張してるというわけではないんですけどね。しかしその主張は全く大陸棚の制度と、それから領土を取得するという先ほど言いましたその戦線の理論ですね、それとは別の話ですので、これはもうあくまでも大陸棚の話で、大陸棚っていう考え方が出てきたのは日本が尖閣諸島を領有した1895年よりもずっと後、第二次大戦後のことですから、その意味では中国の主張は全く受け入れられない、不当なものだと言っていいと思います。で中国はしかしここまで来るという話で、ここまでが中国の大陸棚であって、そこに乗っている尖閣諸島と言っているように見えますが、領有権の基礎としては全く認められないと、こういうことになると思いますね。それで先生ね、先ほどの領有、権限、ちょっと言葉覚えにくいですね、権限なんですけど、この日本はその1895年に編入したわけですね、沖縄にね。でその後中国側もそれを認めるようなその文書も、なんか遭難した領主を日本が助け、中国人の領主を日本が助けたことに感謝状があって、それではそこでも尖閣が日本だってことを認めてるなんていうような、そういう歴史的な文書もあるようですので、そこのどこかが疑いがないとしても、実際は今ここの尖閣諸島と言われている小さな島々には日本は誰も住んでないですよね。一時住もうとして鰹節のなんか工場も作ったんだけど、はい、もうすでにあったんですが、結局今は誰も住んでいないと、はい、で誰も住んでいない状態でもこの、戦政権、あるいはその領域権限というものを維持されていると考えるっていいんですか。はい、国際法ではですね、はい、ある島あるいは土地に対しての領有権を主張する場合に、まず戦線で取得したというだけでは十分ではなくて、その後その土地をですね、ずっと継続して実効的に支配してきたということを示さなければいけない。でそうすると今の話ですと、尖閣諸島に対して日本は一時日本人が住んでですね、鰹節の工場を経営したり、魚の基地、鰹を取る基地にもなってたんですね、そういうことがあったけども、今はそれがない、ないということは日本の www.videonews.com